はい、ゲームコレクターの酒缶です。今日は、ね、驚きのニュースがありました。近藤真彦さんが、ジャニーズ事務所を退所されるらしいです。らしいというか退所されるそうです。ジャニーズ事務所のね、事務所の、コメントから、弊社所属タレント近藤真彦に関するご報告、弊社は格別のご交配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社所属タレント近藤真彦は本日2021年4月30日をもちましてジャニーズ事務所を退所し、新たな道へと進みますことをご報告申し上げます。これまで40年以上にわたり近藤を応援してくださったファンの皆様、そしてご支援くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。近藤よりこれからの人生、自分の責任において芸能とレースの道を歩んでいきたいとの申し出がございましたので、弊社としましてはその意向を尊重し、自身で決めた道へと送り出すことといたしました。活動自粛期間中のご報告となりますこと、深くお詫び申し上げます。改めましてファンの皆様並びに関係者の皆様には、これまで近藤を支えていただきましたことに心より感謝申し上げます。新たな決意をしました近藤真彦をこれからも変わらず応援していただけますと幸いに存じます。2021年4月30日、株式会社ジャニーズ事務所。ということでね、僕らね、の世代だと、ジャニーズ事務所っていうと、もうね、最初にね、ジャニーズ事務所とね、認識したのが、タノキントリオだったんで、まあ本当にね、まあジャニーズってついてるから、当然その上の世代もいるのは多分いたんだろうなってぐらいのね、ニュアンスでしか記憶がなくて。で、その後もね、まあ、少年隊が出てきたりとか、まあ、光源氏で出てきたりとかあるんですけど、まあ、渋谷時代があるか、まあ、あるんですけど、まあ、要はなんか、一グループ売れた時には、次のグループがなんか、ね、こう、控えてて、で、なんか次が売れてくると、また、こう、解散して、で、事務所からいなくなって、みたいな。なんか、そういうサイクルのね、不思議な事務所だなと思って、っていうか、当時は不思議とかじゃなくて、なんか、アイドルの事務所ってそんなもんなのかなというふうに思ってた記憶があります。まあでもそれがね、スマップあたりからこう、ね、ずーっとこう、意外とこう、息の長いグループがいっぱい出てきて、それが、こう、ね、数年で弾けた感じになりつつあるのかなというのが今の、ね、ジャニーズ事務所というような僕の印象です。で、この、ジャニーズ事務所のね、報告にはね、その後、近藤真彦よりご報告というのがありますので、こちらも読んでみます。近藤真彦より、ご報告。この度の一連の騒動におきましては、ファンの皆様、関係者の皆様にご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。事務所との話し合いの結果、僕の新しい旅立ちを理解していただき、40年以上お世話になったジャニーズ事務所を退所させていただくことになりました。思えば、金八先生から始まり、新人賞、レコード大賞、紅白歌合戦、映画と、数々の貴重なお仕事をさせていただき、感謝しかございません。これからもジャニーズの名を汚さぬよう仕事を続けさせていただきます。ありがとうジャニーズ。ありがとう素敵な後輩たち。ありがとうジャニーさん。2021年4月30日、近藤真彦ということで。まあね。まあだから僕なんかだとジャニーズ事務所っていうのを認識した後は、ずっとこう、なんか、近藤真彦さん、マッチさんがこうね、頂点みたいな感じの、ね、イメージをこう持って見てたわけで、その人がこう、ね、いなくなるっていうのは、まあ僕らからしても、別に何の関係者でも何でもないんだけど、すごい衝撃を受けました。で、まあ、で、まあ、ジャニーズ事務所のね、所属のタレントさんの、もしくは所属から外れた後でもいいんですけど、まあ、それでゲームのね、どんなゲームに参加してるかっていうところを実は以前書いたことがあって、まあそれは Kindle 本になってるんですけど、まあそれは2019年かな、令和1年のね、令和元年のニュースを扱ってる Kindle 本っていうのを作った時に、ジャニーさんがお亡くなりになった時のね、記事で、ジャニーズ事務所の誰がどんなのに関わってるか、ちょっとバーッと書いたのがあったんですけど、その時にね、一応、まあ、一番こう、ね、ゲームに出演されてるのはね、近藤真彦さんだったっていうね、落ちちゃってどうしようって話なんですけど、まあ、それで、
実際どんなね作品に出演してたかちょっとね見てみようかと思います。まず、1995年の9月の29日発売、バンプレストから出てるね、全日本 GT 選手権、こちらになります。まあ、一つのね、チーム、まあ、チームタイさんってところの、選手ですね。選手っていうか、まあ、レーサーとして出演されていて、で、まあ、このゲームの中では、一応そのチームに所属するのはプレイヤーで、あの、レースゲームって言うと、ほら、ドライバーを自分が選んで、そのドライバーをやるって感じなんですけど、このゲームの場合は、彼らの近藤正彦さんのいるチームに、こう、一応こう、入りますよって言って、テストを受けるって感じになっています。まあ、実際のところね、まあ、ちょっとこれは、まあ、いろいろ励ましてくれることもあれば、ね、まあ、逆に、まあこうあんまりネガティブなね発言はこう用意してないというかね、一応キャンセルしてもきっとそのうち処分したいなみたいな感じで、まあ、ゲームの中のねセリフなんてものは基本的にはこう開発のねスタッフがこう勝手につけてるセリフなので、まあ実際にはこう写真だけがまあ本人って、まあそういうような感覚でいいね感じ、見てもらえればいいかなと思います。次、今度はね1996年2月23日にプレイステーション向けにね発売された全日本 GT 選手権回ですね。まあ、こっちでもチームタイさんのね、選手として、まあ、近藤正彦さん所属しているので出てくるんですけども、まあ、これに関して言うと、その、セッティングのね、アドバイスとかをしてくれます。アドバイスにね、こう、その通りにやる必要もないんだけども、まあ一応アドバイスにね、従ってやるわけですよ。まあたまに厳しいこともね、言われたりするんですけど、一応こんな感じで、セッティングに対してアドバイスをくれて、まあ実際はこう、レースを送り出してもらって、まあ、自分がどうなるか、まあそういう感じですね。続いて、1997年の2月28日にね、金子が発売した全日本 GT 選手権マックスレボ。こちらはね、過去2作と比べると、ちょっとチーム数がだいぶ、だいぶ増えていて、まあ、一目でね、こう、わからないんだけど、はい。さっきのね、プレイステーションの1作目に比べると、写真のサイズがだいぶこう、小さくなってて、ね。まあそこら辺はちょっとこうファンの方が納得いくかどうかはわからないんですけども、でも一応いろいろとこうセッティングをするときにね、何かしらこうコメントをまあくれるような感じで、微妙にやっぱその時の髪型に合わせてこう絵が作られてるんで、まあちょっとそんなにこう年数は変わってないんですけどね、2年ぐらいの差なんですけども、だいぶこう見た目のイメージが変わってるんじゃないかな。まあ、レースゲームのね、形もちょっとこう、基本的にはこう、トップビューでこう、ね、進めていくレースから、3D の、まあ一般的に、今で言うとね、一般的な
まあ、3D レースゲームに変わっていったと、そういう歴史の流れも、たかだか2、3年の間に見られるようになっています。これね、全日本 GT 選手権 MAX レブって、これ、ちょっと分厚いパッケージ。まあ、プレイステーションではね、一般的なサイズなんですけど、まあ、これね、まあ、当然1枚 CD 入ってて、ソフト、取説がポンって入ってるだけの場合もあるんですが、これはね、一応こう、2つディスクが入ってて、ここにもう1個ね、こっちゲームディスクで、こっち側にもう1個ディスクがあって、この、クイックレビューっていうね、ディスクがあるんですよ。まあ、ディスク2って書かれてるんですよ。で、こちらの方をね、ちょっと見てもらおうかと思います。こちらはね、チーム名とかね、まあ、ドライバーとか、まあ、車、マシンとかね、まあ、いろいろそういうののデータベース集みたいな感じになってるんですけど、そうそう、これがですね、まあ、先ほどの回でね、一応出てた、池澤聡さん、今作にも出てます。で、さらにね、もう少しこう深掘りというか、まあこれ取説にもいるんですけど、現国会議員の三原淳子さんもこうドライバーとして参戦しています。のでね、一応ゲームのこのマシンセッティングとかの時にはこうセリフをね、言うキャラクターになってます。まあこの辺はね、一応こう、まあさっきも言った通りゲームの中なんでね、別にこう、なんかボイス収録してるとか、こういう風にこの人が言ってますというものじゃなくて、まあ多分クリエイターさんがこう入れ込んだね、セリフなんで、まあ、特にその人のセリフと思って見なくてもまあいいんですけど、ちょっとね、一つこう、まあなぜっていう部分なんですけど、こういう映像があります。まあ、ここはね、一応、ゲームに登場するレース場ですね、コースのね、紹介があるんですけど、一応それぞれ、有名ドライバーさんが、紹介をするんですね。で、こちらのね、仙台ハイランドレースウェイなんですけど、ここにね、一応、アドバイスドバイ正彦近藤って入ってるんです。クレーレーシングチームの近藤正彦です。日仙台ハイランド。まあ、こんな感じでね、アドバイスをしてるので、ゲームの中のね、セリフっていうのはさすがに、今の時代だったらボイスがあるけどね、この時代はボイス、としては入れてなかったんだけども、ただアドバイスの部分は本人が喋ってるんで、たとえこれが誰かにこうねカンペ持ってそれで言ってるとしても本人が喋ってますので、ぜひね、ご興味のある方はぜひゲームソフトをねこう探して実際のものを見ていただければと思います。ということでね、まあ正直ゲームに、ね、ジャニーズ事務所のタレントさんの中でもうね、こう、3本もね、ゲームソフトに出演してたというのが近藤正彦さんなので、ぜひね、今、ジャニーズ事務所に所属してる、まあ、タレントさんたちも、まあ今後ね、まあ、さすがにもう多分スマホゲームとかでいっぱい出てられるかもしれないんですけど、家庭用ゲームというね、こうパッケージゲームにもね、ぜひこの3本というところを目標にね、皆さん、頑張っていただければと思います。だから僕はこう思えば金八先生から始まり新人賞、レコード大賞、歌合戦、映画で、そこにこうゲームってこうね入れて欲しかったんですけど、まあね、まあ今後、まあ近藤正彦さんにはね、まあほら木村拓哉さんもね主演のゲームとかあったじゃないですか。だから近藤正彦さんもそういう 3D でねこういろいろ出演されることもね期待してますので、今後のご活躍を期待しております。あと、チャンネル登録ね、およびね、グッドボタン、ぜひ、よろしくお願いします。